の小倉優衣です。小倉優衣のゆいルームがスタートしました。この番組はお部屋でまったりとくつろぐような感じでゆるりとお届けしていくラジオです。というわけで82回の放送になりますが、皆さんいかがお過ごしでしょうか。この土日は、学生の皆さんはセンター試験だったという方もいらっしゃるかもしれませんね、というふうに台本に書いてあるんですけども、いやもうそんな時期ですか。なんかね、昨年もこんなことを言っていたので本当に1年あっという間だなっていう話をね、先週も同じようなこと言ってたかもしれないんですけど、まあ、受験生の皆さん本当にお疲れ様です。まあ、なかなかもう社会人になってしまうとね、試験とか受ける機会がないですし、私の職業は特にね、そういうあまりこう勉強とかとはまたちょっとかけ離れた世界だったりするのでね、まあ、オーディションとかは日々あったりするんですけどね、まあ、だからなかなかその時の感覚はもう薄れつつあるんですけど、でも資格とかで言うと私結構今資格への関心があって、栄養、食べ物の栄養の栄養士とかそういう感じのなんかアドバイザーとか食事のそういう資格とかはちょっと関心があるんですよね、アロマオイルとか、だからそう仕事の片手間にそういうの勉強したりするのもいいななんて野望を掲げたりしてるんですけど、まあまずはね仕事と体調が第一なので、まあきっかけがあればそういう挑戦なんかもねできたら楽しそうだななんて思いましたね。それから、個人的な話で言うと、19日ですから昨日になるのかな、にはですね大阪城ホールにてアニマックスさんのライブイベントに出演させていただきました。私は今回初めてアニマックスさん のこのライブイベントに参加させていただいたんですけども、普段だったらねこういうフェス的なイベントってこうなんていうか自分の曲歌ってちょっと全曲歌って終わりとかいうのが、今回なんかコラボって言いますか、私がカバーしてですね、実はいのりちゃん、水瀬いのりちゃんのスターリーウィッシュって楽曲を披露させていただいたりとか、お互いに曲をカバーし合うみたいな、ちょっと面白いね、そんなステージだったりもしたので、すごく思い入れがありまして、といってもちょっとこの収録的に時空の歪みで実はまだこうどうなってるかわからない状態でも喋ってるんですけど、まあ、きっと盛り上がったことでしょう。みんなもね涙さながら感動の渦に会場が包まれたのではないかなと期待したいところですね。で、大阪城ホール自体も初めて立つステージなので、まあ、どんな景色が見えたのかななんて、ぜひ会場にねいらっしゃった方いたら感想なんかもお祝い送っていただければいいななんて思っています。ではでは参りましょう。小倉優衣のゆいルーム、皆さん今日も最後までくつろいでいってくださいね。この番組はキングレコードの提供でお送りします。小倉優衣サードアルバム、白く咲く花、永遠少年や初の CD 化となるブランニューロードに加え、アップルガールなど新曲9曲を含む全13曲を収録。小倉優衣ホップステップアップル、2月20日発売。水木奈々です。アニメオンライン RPG 反逆性ミリオンアーサーの主題歌レベリオンがついにデジタルリリースされます。1月21日よりアニメロミックスにて先行配信。水瀬いのりです。7枚目のシングルができました。テレビアニメエンドローのエンディングテーマ、ワンダーキャラバンを含む全3曲を収録。水瀬いのりワンダーキャラバン、1月23日発売。小倉優衣のゆいルーム、改めましてこんばんルーム、小倉優衣です。では皆さんからのお便りを紹介していきましょう。ルームネーム、赤っかさんからいただきました。ありがとうございます。ゆいちゃんこんばんルーム、こんばんルーム、新年初メールです。お、ありがとうございます。冬休みが終わってしまい仕事が始まってしまいました。長期休暇後の仕事はやはり気が乗りません。まだ働き始めてから1年も経っていないのにこんなことではいけないですよね。
ゆいちゃんが嫌なこと等をやる前にしていることなんかがあったら参考にしたいです。というわけでありがとうございます。あ、仕事があんまり好きじゃないってことなのかな、この方は。そっか、お気の毒ですね、それは。うん。私はちなみに今年結構ね、年末年始しっかりお休みが取れたので、久々にこの仕事から解放された生活っていうのを送ってみたんですけども、私の場合多分このクッカさんとは逆で、仕事がない方が不安になっちゃうタイプの人間なので、改めて私は仕事が本来すごく好きで、自分が仕事人間なんだなってことに気づかされましたし、うん、まあそれが良くも悪くもどっちなのかわからないですけど、普段多分仕事ベースでこう生きている人間だ、なんだなっていうのをすごい痛感させられましたね。うん、だからそれがきっとあることで、ある種人間らしさを感じているっていうか、その仕事に追われながら毎日こう時間感覚をね、自分で調整したりとか、うん、それでこう自分のペースを保っている部分があったんだな、なんてことに気づかされました。だからこう仕事が全くなくて、まあ将来的にいずれじゃあどっかのこうどっかに豊か、なんか自然豊かなとこに移り住んで、なんかね、ペットとかと一緒にのんびり暮らすっていうのは、私は性格的に合わないんだなってことを痛感させられた、うん、長いお休みでした。だからカッカさんはもしかしたらそういうのが向いてる方なのかもしれないですね。でも私もなんかそういうのが今はまだできないけど、いつかそういうゆったりとした生活がもっと楽しめる人間になりたいって思いました。今はまだこうちょっとね、生き急いでるって感じではないけど、なんかやっぱちょっと何か追われてるものがないと逆に不安になったりするんですけど、そういうものがなくてもね、ベースとしてこう自分を持っていれば、うん、そんなし不安になることもないんだろうな、なんて思うと、うん、まだまだ自分には成長の余地があるのではないかなと考えたりして。でこの赤川さんは長期休暇の後仕事の乗り気がしないっていうのは、私は全然その感じが全然わからないから、どうアドバイスしていいか、仕事変えた方がいいんじゃないかなってちょっと思いますけどね。だってやりがいがある仕事の方が絶対いいですよね。うん、仕事ってもちろん楽しいことが絶対ではないけど、なんかあるし、その辛さを乗り越えるからこそやりがいがあるわけであって、それがこうモチベーションにつながればいいのだけど、そうじゃないんだったら、なんかもっとね、自分が嫌だけどこうやりがい感じられるとか、あ、嫌だって思ってたけど本当は好きだったんだなって思える仕事に出会えるのが一番いいんじゃないかな、なんて思いますしね。ああ、どうなんでしょう。なんかね、いろんな仕事を考えてみるのもいいかもしれないですね。はい、じゃあ続いてルームネーム笹さんからいただきました。ありがとうございます。ゆいちゃんこんばんルーム。こんばんルーム。私の今年の目標は、ゆいちゃんと同じく健康に過ごすことです。そのためにホットヨガに通い始めてみました。汗だくになってスッキリしてとても気持ちいいので、頑張って続けてみようと思います。ゆいちゃんは健康のために何か始めたいことや、すでに実践していることはありますか？教えてくれたら嬉しいです。とのことでありがとうございます。うん。ホットヨガ。私も一時期、すごいハマってた時期ありました。寝ても覚めてもホットヨガ、連日一日何回もこう授業が空いてればね、組み込んだりしてる時ありましたね。ホットヨガってあれ多分ね、頭の中で何かいけないホルモンが分泌されるんじゃないかなって思う。それぐらい終わった後めちゃめちゃ気持ちがいいんですよね。何なんだろうね、汗をすごくかくからかな、こう癖になるっていうか、癖になる感じが、体にいいのか悪いのか今でも疑問なんですけど、確かにホットヨガはハマると抜け出せなくなるものだなって思ってますね。まあでもやりすぎもね、あんまり良くないと思うので、適度な運動だったらね、体にもすごく汗かいていいことだと思うので、ぜひね、習慣になったら素敵だなと思いますけども、私は、うん、そうだね、私もその今年の目標として、なんか健康に、健康第一っていうのをいろいろ掲げてたりするんですけど、というのもやっぱ最近は食生活しかり、こう睡眠のね、質とか時間とかも含め、どん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 こう不規則になっていってるので、そういうのをどうにかしてね、改善できたらなぁなんて思ったり、あとはこれはまあ今年かどうかはわからないけど、一回肉体改造みたいなことを本気でやってみたくて、食生活から何から、
筋トレとかをしたりして、こう、自分のね、体を変えていくっていう作業を一回チャレンジしてみたいな、なんて思ってますね。だから、パーソナルトレーニングみたいなのもやってみたいし、がっつり筋トレとかあんまりしたことがなくて、私は。なんか自分でオリジナルでストレッチとかは結構家でやってるんですけど、こう、誰かに一対一で、じゃあ、ここを鍛えるためにこうしてあげてとか、食事のアドバイスもらってとか、そういうことやったことないので、なんか一回そういうチャレンジングしてみても面白いなぁなんて思ったりはしてますね。あとは健康のためにで言うと、最近割とご飯をちゃんと食べるようにしていますね。うん、前までは、結構、お菓子をご飯として食べていたりしたんですけど、結構この年末年始私ちゃんと食べたから太ったんじゃないかなって期待してるんですけど、どうなんでしょうかね。なんか割とちゃんと食べ物らしい食べ物を毎日摂取していると思います。うん。まあだから食もね、やっぱり人間を作るベースですから、そういうの大事にしていきたいななんて思ってますね。じゃあ続いてルームネームつむじさんからいただきました。ありがとうございます。ゆいちゃんこんばん、ルームお邪魔します。自分は写真に写るのが嫌いなのですが、今年成人式ということもあって、写真を撮る機会が多くて非常に疲れました。写真を撮るのにもきちんとポーズとか姿勢を指定されたりして大変で、ジャケ写とかパンフ用の写真をたくさん撮ったりするゆいちゃんを改めてすごいなぁと感じました。ゆいちゃんはそういう時、どんなことを意識したり考えたりしてますか？ぜひ聞いてみたいです。というわけでいただきました。ありがとうございます。ああ、確かに成人式の時はいろいろね、写真作るために、写真屋さんで写真撮ったりしてもらうことも多いですからね。確かに写真に写るのが慣れないとなかなか苦な作業かもしれないですね。まあ私も職業柄すごくこの写真撮られたりする機会っていうのはとても多いんですけども、何を考えてるかって言われるとすごく難しいですね。けれども、やっぱりこれはこう長年の蓄積っていうか慣れっていうかそういうものもあって、写真を撮られる側も結構技術的な仕事だったりするんですよ。なので写真一枚で見たら単なる写真ですけど、やっぱりね、写真ってどうなんていうかこう立体とは違って平面で写るので、ちょっとした角度の違いとか表情とかポーズとかライティングの違いだけで本当に別人になったりとか、なんか全く違う印象に移り変わったりするので、まあ見てる方はね、こう写真を見てるだけかもしれないですけど、撮られる側って意外に考えることたくさんあってですね、ちょっとした足の動きとか仕草とかポーズだけでも本当写り方が全然変わるので、そういう意味では少しでも私はね、例えばこの衣装だったらここを見せれたらすごく綺麗に写るかなとか、ポージングも例えば今回のね、アルバムとかで例に出しますと、すごくキャッチーなね、ポップなアルバムなので、そういうキャッチーなポーズというのを、こう、顔のね、近くで手のこうポーズを変えることによって、ちょっと意図的に、印象を付けてみたりとか、そういう工夫はすごくしたりしてるかもしれません。なんで、すごく気合い入った撮影の時とかは、もともとどういう自分で雰囲気のものにしようかなって組み立てて考えていったりとか、あとは逆にこうナチュラルベースで写真を撮られるっていう時は、なんかこうあまりキメキメでいるんではなくって、なんかこう日常的な自分の、姿っていうか、行動っていうか、仕草とかを意識して、あまりカメラを意識せずに動いてみるとか、やっぱりその時よりに求められているものによって結構考えながら撮られていることがありますね。でもそれもこう言葉で聞くとすごい大変そうって思うかもしれないけど、なんかこう慣れの問題もあって、それがこう自然にカメラがもう前に来るとできるようにだんだんとなっていったりするので、こればっかりはもう数を重ねるしかないのかなって思うことはすごくありますね。でも、普通のお仕事されてるとなかなか難しいけど、でも最近ね、自撮りとかも手軽にできる SNS とかいっぱいあってね、時代になってると思うのでね。まあ、自分の、まあ、なんていうか、顔？この顔しとけば、なんとなく、写り大丈夫だな、みたいな決め顔が一つあると楽かもしれませんね。よく聞き顔とか言いますけど、口あるじゃないですか。口角を、
こう右か左かに口を寄せて上げてみたときに、上がりやすい口角の方があるんですよ。こう右、ちょっと今やってもあんま伝わないけど、交互に上げたときに、右のが上がりやすいなとか、左のが上がりやすいなってあると思うんですけど、上がりやすい方が、あなたの利き顔なんですよ。なので、いや今やってみたとして、右にこう口角が傾きやすいなっていうのがあったら、こうちょっと右に角度つけて映ると、割といい写りになることが多いっていうのを聞いたことがありますかね。そんなところかな、私からできるアドバイス。ぜひ、実践してみてください。というわけでここまでとなります。今後もどしどしお便り送ってきてくださいね。そして先日17日ぐらいにですね、2月20日に発売になるサードアルバムホップステップアップルの、情報がいろいろ解禁されまして、作詞作曲家さんの情報や、MV もちょっと公開されたりとかですね、ジャケット写真も、公開されたりしております。まあいろいろそうですね、皆さん見ていてあここ気になるなって思うところたくさんあったと思うんですけど、まず作詞作曲のところでいくと、なんと今回のアルバムの中でも私が作詞をさせていただく楽曲が一つ含まれることが発表されました。はい、タイトルも多分出ているんですよね。この段階ではタイトルはピーナッツって曲にしました。もうこれ年末年始までね、ずっとスタッフさんに急かされながら、これ一番、私ギリギリでした、多分。一番最後にレコーディングをして、はい、やってギリギリに作ったんですけど、まあ、今回、かけがえのない瞬間っていう曲で前回初めて作詞させていただいてから2回目の作詞の曲になるんですけど、まあ、どんな作詞になってるのか、曲になってるのかっていうのをぜひ楽しみにしていただきたいな、なんて思ってます。あと、MV も少し公開されてるんですけど、今回はとても本当にキュートな世界観になっていて、で、アップルガールって時あって、リンゴのね、世界観っていうか、アップルガールっていう、本当を滞在っていうかテーマにした可愛らしいセットをたくさん組んでいただいて、そこで、可愛らしい衣装を身にまとって動いたりしてるんですけど、なんといっても、ちょっと昭和っぽさを感じるセットで、歌っているシーンがありまして、それは私は、髪型とかもね、ちょっと昔の昭和のアイドルさんのような、ビジュアルをイメージして、自分の大事な前髪を犠牲にして、作ったので、ぜひ、そのね、姿を皆さんには見てほしいな、なんて思ったりしてます。ジャケット写真もすごく今回ポップな感じに仕上がっておりますので、初回限定版とかにはね、DVD、ブルーレイ版に、写真集とかも入っていたりして、たくさん衣装こちら着て写っていますので、まあ、今後もたくさん情報解禁していくと思いますけども、まずはね、これらの新しい解禁事項を見て、楽しみに待っていただければいいなと思います。ではここで曲をお届けしましょう。2月20日リリースのサードアルバム、ホップステップアップルより、小倉優衣でアップル。小倉優衣のユイルーム。優衣が聞きます。こちらはいわゆるお悩み相談コーナーです。どんな相談でも頑張ってお答えしますが、最終的な判断は自己責任でお願いします。では早速紹介していきましょう。ルームネームたこ焼きくるくるさんからいただきました。ありがとうございます。ゆいちゃんこんばん、ルームこんばん、ルームお邪魔します。僕は大学4年生で、3月に友人数人と卒業旅行に行く計画を立てている最中なのですが、みんな旅行には行きたいけど、これという場所の提案を出す感じのメンバーじゃないので、どこへ行くか決められず難航しています。ゆいちゃんだったら、友達数人と旅行へ行くとして、どこへ行きたいですか？参考にしたいので、ぜひ教えてください。というわけでありがとうございます。これすごい自分の過去の記憶を辿ってるみたいで、すごいわかる。私も大学生の時みんなで卒業旅行行こうってなったんですけど、私のメンバーもね、こう、取り切って物事を決めるみたいな人が実はいなくて、まあ私が一番ぐらいかなぐらいの感じなんですよ、結構取り仕切るの。だからね、本当に遊ぶ時もそうなんだけど、もうギリギリのギリギリまでどこで何をするかって全く決まらないっていうのが、割といつも流れなんですけど、そう、すごいわかります、お気持ち。で、結局ね、
私が決めた気がするな。うん。っていうのもあったし、まあ、ギリギリになるとさすがにみんなもね、焦っていろいろ出てきたりするんですけど、まあそういう時はもうね、自分がやっちゃった方が一番早いですよ。だって言わないんだから、こう言わない方が悪いってことにして、もう自分が行きたいところで勝手に積んじゃってこれできますよっていうのをもうアナウンスした方が早いしね。うん。あとはもうめんどくさかったら全部旅行代理店さんとかで勝手に組んでもらうっていう。みんなで行っちゃって、おすすめしてもらって、あ、これがいいんじゃない、あれがいいんじゃないってこう決めながらね、うん、やっちゃうっていうのも一つの手かもしれないですけどもね。あと予算感とかも結構大事だったりしますよね。友達と行く場合は。うん。後々ね、こう揉めると一番面倒なことだと思うのでね。まあでも、せっかくなら絶対行った方がいいと思うので、うん、今のうちから絶対計画立てて行った方が、うん、いいんじゃないかなって思います。無事に旅行が成功することを祈ってます。続いて、ルームネーム、ポーさんからいただきました。ありがとうございます。ゆいちゃん、こんばんルーム、こんばんルーム、お邪魔します。最近会社の後輩とよくご飯に行くのですが、その後輩は今まで先輩にたくさんおごられてきているみたいで、僕とご飯に行くとおごってもらえるものだと思っている雰囲気がバンバン出ており、毎回おごっているのですが、本当は割り勘にしたいんです。でも先輩として威厳がなくなるんじゃないかと考えるとなかなか言い出せません。ご飯に連れてってくださいと言われるのは嬉しいのですが、どうすればうまく割り勘に持っていけますかね。たまにおごるのは問題ないです。はぁ、あ、ずうずうしい後輩だなこの人は。ああ、でもこういう人にはちゃんと言った方がいいと思いますけどね。やっぱりこの世間の厳しさってものをちゃんと教えてあげるのが本来の先輩の務めですよ。こんなね、おごってあげるのが先輩の仕事じゃないんですから。まあそれで嫌われたらその人はそこまでなので、まあ関係性をそんな続ける必要もないです。そんな人に従われる必要もないです。はあ、別に威厳なんていらないじゃないですか、そんな人からのね。だったらもっとちゃんとそういう先輩として、あ、的確なアドバイスをくれてるんだなって分かってくれるような人と付き合った方が絶対あなたのためになると思います。終わり。さあ、そんな感じで新年早々いろいろなんか さっきすごい辛辣な感じになっちゃいましたけど、まあこんな感じで今年もいろいろ悩み聞いていきたいと思いますので、よろしければコーナー宛てにお悩み相談をお送りしてください。お待ちしています。小倉優衣です。もしも私が妹や彼女だったら、いろんなもしもを詰め込んでトレーディングカードになっちゃいました。ボイスアクターカードコレクションボリューム3、ゆいか、もしも小倉ゆいがカードになったら、3月14日発売。堀川国広です。刀剣乱舞オンラインに登場する僕たち刀剣男子の BGM 金字曲を集めたアルバムの第2弾、刀剣乱舞オンライン金字曲集その2が好評発売中です。もちろん僕の金字曲も入っていますので、ぜひ聴いてくださいね。お待たせ、私天才美少女魔導士ディナインバーズが帰ってきた。 HD リマスターした映像で画面狭しと華麗に活躍。プレイヤーズブルーレイボックス完全生産限定版好評発売中。見てくんないと暴れちゃうぞ。お送りしてきました小倉優衣のゆいルーム、ずっと二人でお聞きながらエンディングのお時間です。番組では皆さんからのお便りを募集しています。各コーナー宛て、楽曲のリクエストなどどんどん送ってきてください。おはがきの場合は郵便番号 105-8000 に文化放送小倉優衣のゆいルーム、それぞれの係まで。メールでもお待ちしています。アドレスはゆいルーム @joqr.net です。採用された方には番組オリジナルステッカーをプレゼントします。住所、氏名の記入を忘れないようにしてくださいね。たくさんのお便りお待ちしています。ではここで私からのお知らせです。2月20日にサードアルバムホップステップアップルをリリースします。シングル白く咲く花永遠少年や初の CD 化となるブランニューロードに加え、新曲9曲を含む全13曲を収録予定です。お楽しみに。そしてオリジナル編集されたライブ映像を内画面モニターでご覧いただきながら食事を楽しむことができるライブカフェ、小倉優衣ライブカフェベリーチェリーアップルが先日エリア Q にてオープンいたしました。
2月3日まで、こちら行っていますので、チケット情報など詳しくは公式ホームページをご確認ください。それから小倉優衣初のトレーディングカード、ユイカもしも小倉優衣がカードになったらが3月14日に発売されます。もしも彼女だったら、もしも同じサークルだったらなど、いろんなシチュエーションを楽しめちゃうカードになっています。そしてそして4月より小倉優衣ライブツアーが開催されます。4月6日土曜日大阪オリックス劇場、7日日曜日滋賀県立芸術劇場琵琶湖ホール、14日日曜日愛知一宮市民会館、21日日曜日新潟テルサ、28日日曜日仙台サンプラザホール、そして5月3日金曜日と4日土曜日に千葉幕張メッセで 2days を行いまして、全6都市7公演の開催となります。現在ファンクラブにてチケット選考受付中です。遊びに来てくださいね。さて第82回の放送でしたが、今回は普通の放送だったなっていう感じで、うん、なんかあったっけ、あれか、ホップステップアップルの解禁ものがいろいろあったよってところで、まああと1ヶ月ぐらいですもんね。なんだかんだそう考えると本当あっという間で、まあ1ヶ月前から考えると本当リリースまですぐなので、きっとそろそろこの番組でも出来上がった楽曲なんかをね、ちょっとずつ紹介していく機会なんかが増えていくと思いますので、ぜひお楽しみにしていてください。というわけで今回はこの辺でお別れです。ここまでのお相手は小倉優衣でした。また優衣の部屋に遊びに来てくださいね。この番組はキングレコードの提供でお送りしました。FM916AM1134 文化放送です。恒例日本大相撲トーナメント第43回大会、2月10日日曜日両国国技館、手に汗握る一戦必勝の勝ち抜き戦、チケットは文化放送ショッピングで好評発売中。詳しくは文化放送ショッピングで検索。毎週月曜から木曜深夜1時から2時まで男性声優4人が日替わりでお届けしていく生放送番組アンドキャストアワーラブナイツ、月曜日は森久保祥太郎、火曜日は吉野博之、水曜日は福山潤、木曜日は諏訪部純一が担当。バンダイナムコのスマートフォンアプリアンドキャストではスタジオの様子を動画で生配信中。あなたからのメール、そしてたくさんのエールをお待ちしています。アンドキャストアワーラブナイツは毎週月曜から木曜深夜1時より生放送でお届け。聞いてね。あなたのマイメディア文化放送1時です。